はいはい、こんにちは、あれです。今回は前紹介した生肉の集め方についての訂正とね、改良のお話をしていこうと思います。まずは訂正のお話をします。その後改良版のね、作り方とその結果について説明していくので、きっと何秒後とか何分後とか文字で書いてあると思うので、そちらの方にね、時間を飛ばしていただければ、その装置の作り方だけ見ることができると思います。それでは早速やっていきましょう。はい、というわけで3日分集計結果が出ました。まずはそちらを説明しましょう。場所で言うと、このゲート上、ここの緑と山の中腹、この2つね、緑の地点、ここは3日間通して1個も生肉ともに他の素材も取れませんでした。ここにはモンスターが湧かないように設定されているのかもしれません。残り4箇所もお話ししましょう。まずはここかな、青の開拓地、この緑の場所に罠を設置しました。ここは1日目が4つ、2日目が5つ、3日目が2つ、生肉が取れております。そして緑の開拓地、この付近ですね、だいたい北の方に設置しました。ここでは1日目が4つ、2日目では5つ、3日目では1つ、生肉が取れました。その次、赤の開拓地、ここですね、ここでは1日目が4つ、2日目が3つ、3日目が3つ、そして最後、船着き場、この部分に罠が設置してあります。1日目が11個、2日目が11個、3日目が6個、収穫することができました。これが集計結果になります。結果を見ると、日によってばらつきが出たものの、全体的に、いや3日間を通して船着き場付近が最も多く取れましたね。そして3日目だけはなぜか全然取れなかった。1日目、2日目の半分ほどしか収穫できませんでした。そして前の動画で紹介した空っぽ島のどこにいても生肉を回収することができる、これは正しくなかったということが証明されましたね。
場所によって差が出てしまいますし、全然取れない日もあります。その理由をねちょっと考えたので説明しようと思います。まず1つ目、そもそも見ていないときはモンスターは湧かない。素材が落ちてしまっているのはね、すでに見たときに湧いたモンスターが他の場所に移動した後に倒されて素材として落ちている、この可能性ですね。モンスターって倒した際に左上 HP バーの下に EXP 経験値、この場所にプラスなんぼとして数字が表示されると思います。例えばスライムだったら1、アリだったら7とかだったかな、そんな感じで数字が追加されます。これは自分が倒した時、自分の仲間が倒した時、あとは罠で倒した時は EXP が入るはずだったと思います。なので寝てる時間ね、一切プラス数値は増えなかったので倒されてないんじゃないかなと僕は思います。ですがストーリー内でね、魔物を倒しているはずなのですが、あの魔物が攻めてきた際に自分を放っておいてクリアしている際、経験値が入ってない時があったような気がします。それは自分が遠すぎたためなのか、それともねある程度モンスターが発生しちゃってると経験値になってくれるのか、それともまた他の理由があるのか、ちょっとこれは原因は不明です。何らかの理由で EXP にならない可能性があるのかもしれません。これが1つ目、そもそも見ていないときはモンスターが湧かなくて素材はね落ちているのが、湧いていたモンスターが死んだだけである、これが1つ目の理由です。2つ目の理由がこちら、モンスターが湧くかどうかは場所で決まる。さっき話した通り、ゲートウェイや山の中腹では生肉を含め他の素材は0個ドロップしませんでした。ですがね、あそこで作業をしていると夜中とかね、死神、あの鎌を持ったオレンジ色のモンスターやゴースト、炎を吹いてくる青い帽子をかぶったモンスター、あれはね湧いてくるんですよね、作業の邪魔をしてきます。なので全く湧かないというわけではないと思います。あと他には上からね地形を見た時に、この緑の部分が草原になっているのですが、周りがこういった雪原だったり砂漠になっている場合は他のモンスターが発生してしまう。例えば雪原だったらリカントとか、砂漠だったらそうですね、あのオオサソリ、泥だったらナメクジが湧いちゃったりとか、そういった他のモンスターが湧いてしまって、狙った位置に自分の欲しいモンスターが発生してくれないため、敵を倒すことができず、その素材が落ちていない、この可能性も考えられます。これが2つ目の理由ですね。最後3つ目の理由が、モンスターが湧く条件が場所以外にもある。場所上で言うとね、その地理的条件以外にもあるのかもしれない。例えば部屋の中、部屋のそば、ここでモンスターリボップしたのは僕見たことないです。部屋の真ん中でいきなりモンスターが湧いて住人が慌てたり、部屋の目の前で湧いたりする、そんなことは見たことがないです。さっきね緑の開拓地で調べた時に、ちょっと一回行きましょうか。ここで言うと、このウエスト側、西側だね、西側だとモンスターが湧いて素材が落ちていたと思うのですが、東側では全然モンスターが倒されず素材が落ちていませんでした。3日とも何もなかったです。この付近にはね、自分が作った飼育小屋があったり、比較的こういった住人が住んでる場所が近い、そういった理由があって湧く地点が限定されてしまっているのかもしれません。建物のそば、部屋のそばではモンスターは湧かない、そんな理由があるのかもしれません。あとね、前回の動画でも紹介したこの船着き場付近、この船着き場付近には部屋が一個もないんです。ってことは、この船着き場付近などのように部屋が全くない場所ではモンスターが湧きやすいなどのわからない理由があるのかもしれません。そしてもう一つが、島全体でのモンスターの総量が決まってしまっている。前作でも確かありましたよね、モンスターを一定以上湧かせるともうその島にはモンスターが湧かない、そんな話があったと思います。なので一定数もう島で湧いてしまうと、それ以上リポップせずに罠にかからず素材が落ちることはない、そんなことがあるのかもしれません。以上が自分が考えた理由3つでした。結論としては、モンスターが湧く地点、湧かない地点がありますと。前の動画で紹介したほど、お肉はね集まらないです。空っぽ島のどこかでどこでもいいから放置しておけば、
1時間なりなんなりで40個50個貯まる保証はないです。手に入ればラッキー程度という考えでお願いいたします。はい、お待たせしました。ここからはね、改良した装置の作り方と仕組みを説明しましょう。まずは仕組みから。仕組み、前回の復習になりますが、空っぽ島で湧くモンスターは地面によって決まっています。草原の土に捨てれば砂山や一角ウサギが湧いて欲しい生肉を集めることができます。そしてその上にトラップを引いておけば自動的にウサギが倒されて生肉が集まる、そんなお話が前回までのお話です。改良点はここから。動画を投稿した後に教えてもらった方法をまず試しました。方法というのは、周りを水で覆ってしまい一部だけ陸を出せばそこにモンスターがたくさん湧いて多くの素材集められます、そんなお話でした。早速試してみました。こんな感じですね。確かに多くのモンスターは湧きますが、コメントで教えていただいたほど残念ながらモンスターは湧かなかったです。理由としてはこのね、位置が悪かったのか、もっと多くの範囲を水浸しにする必要があったのか、それとも空っぽ島ではなく他のストーリーの島や砂島で試す必要があったのかもしれません。わからない理由を探すのはちょっと時間がかかりすぎてしまうので、他に方法はないか調べてみました。調べたところありました。あったにはあったんですが、ニコニコ動画でしたね。勝手にリンクを貼ったり名前を出すのはちょっとよろしくないかと思い、今回は控えさせていただきます。気になる方いらっしゃいましたら、ぜひ検索してご覧になっていただければいいと思います。動画内容としては、キャラクターが見ている方向を中心にモンスターが多くポップリポップするものだ、そういうお話でした。なのでこういった感じで視界を制限してあげることでモンスターが湧く位置をさらに絞ることができます。なので改良としては、周りを水で覆って陸を一部にしてモンスターが湧く位置を制限する、さらにキャラクター自分の主人公の視界を制限してもっとモンスターが湧く位置を絞ってあげる、そうすることでこの装置が完成しました。前作った装置よりも全然生肉が取れて2倍ちょっとかな。前はせいぜい50個60個だったのが130個140個取れました。あ、時間としてはこのドラッグへの1日時間ですね、だいたい15分から20分だと思います。ここまでが仕組みになります。最後は作り方を説明しましょう。まずはこの草原の土の集め方、チャポチャポ島に行きます。その後いらない土と交換して、何で登ったんだろうか、よいしょ、こんな感じでリフォームことでいらない土と欲しい土交換しましょう。こんな感じで交換すればあっという間に集まると思います。集まったら自分は空っぽ島で罠を置きたい場所にリフォームコテで引き直しましょう。一面緑になったら、まずは自分が欲しいモンスターが湧くかしっかり確認しましょう。湧くか確認した後は、こういったね、トゲ罠を敷き詰めます。敷き詰めた後に周りを水で覆って洞窟に入るのもいいと思います。洞窟に入ってブロックで顔だけ出せるようなサイズで視界を制限してもいいですし、こんな感じでね、建物を作るのもいいと思います。作りましょうか。あっさりできますかね。仕組みとしては同じです。顔だけ出せればいいということで、まずはこんな感じでブロックを引いた後に自分が入ってしまって、周りを土なりなんなり好きなブロックで覆いましょう。砂が壊れやすいので僕は砂を選択します。こんな感じで周りを覆うといいと思います。なるべく後ろにもね、蓋をしてしまった方がいいのかなと思います。後ろにポップすることも結構多かったので、他にも条件があるのかもしれません。自分が顔を出す方向、そしてその後ろにもしっかり蓋をした後放置しましょう。ご飯を食べてる間、お風呂を行ってる間、20分30分放置していいと思います。だいたい1日ちょっと過ぎているんじゃないでしょうか。そしたら生肉が150個とかもっと溜まってると思います。生肉、主な使い方としては、自分が食べるというよりはペット、猫や犬に食べさせて繁殖させる、そんな使い方をする方が多いと思います。繁殖させるだけならせいぜいトロフィー集めるの3台4台、また空っぽ島の開拓レシピ、子供を3匹産ませる、そんな程度でしたら生肉は500個、多くても1000個あれば十分だと僕は思います。なのでこの装置に複数回、せいぜい3回4回、もうちょっと入ってもいいと思います。
その程度入っておけば生肉十分な量が得られると思います。装置を作ってぜひお試しください。駆け足になってしまいましたが、これでおしまいです。お疲れ様でした。最後にまとめだけしましょう。まず最初は訂正をいたしました。前の動画では空っぽ島、どこにでもモンスターが湧くと言いましたが、その保証はないです。なぜか素材が落ちている場合がありますが、正直理由もわからないですし、保証はないので落ちていたらラッキー程度に捉えてください。そして改良版の装置お話ししました。前回の装置に比べて大幅に収穫量が増えましたね。一面緑にした後に罠を引いて周りを水浸しにする。最後に自分の視界を制限する建物に入る、洞窟に入る。そうして15分20分放置すれば生肉が130個140個手に入ると思います。これが今回の動画でした。以上で動画おしまいです。お疲れ様でした。長々と見ていただきありがとうございました。それじゃバイバイ。